はい、こんにちは。今回はですね、ドラレコあるあるということでドラレコあるあるって言いますか、ドラレコって広角レンズっていうのになってますんで、自分で思ってた、自分の目で見たシーンよりもちょっと物事が遠くに映るっていうんですかね、全てが遠くに映ってるような映像になりがちでですね、さらにこう人間ってこう首も動きますし、目の眼球もですね、眼球もこう左右にかなり動くんで、こう運転しながらこう見て、またはロードバイクで運転して自転車もそうなんですけど、これは家帰って YouTube に上げるネタができたなっていうことで喜びさんで、家に帰ってこう PC のSD カードを取り出してですね、で PC こうセットして再生してみたら、想像してたのと違う映像なんで、ちょっとこれを YouTube に上げるのはどうなのかなっていうようなことになりがちなんですけど、まあ、今回はそれをなるべく人間が見た映像に近くなるようにですね、こう首を動かして見てたかのようにドラレコの固定の映像をこう左右に動かしたりとかですね、あとは実際に見たサイズ感がそのまま出るように実際の映像をこうズームして大きく見せて編集する方法っていうのをご紹介させていただきます。まあ、使うソフトはショットカットっていうですね、オープンソースソフトウェアなんで、いわゆるフリーソフトですね、誰でもダウンロードして使えるソフトになってますんで、ぜひよろしければ参考にしてみてください。では今回は、こちらのデスクトップにですね、テスト用の映像を用意したんですけど、これドラレコの映像なんですけど、左、3台手前にバスが走ってるの分かりますかね。ちょっとフルフラットバスっていう、新型のバスだったんで珍しいなと思って撮って、なぜか再生数のうちのチャンネルで再生数が上がるバス映像だったものですね。どうかなっていうので見てみたんですけど、あんまりズームでバッチリ撮れてるわけじゃないんで、ちょっとお蔵入りしようかなっていう映像だったんですけど、これをズームで編集してどのくらい変わるのかっていうのをちょっとやっていきます。ショットカットを起動しまして、で新規プロジェクトですね、バスズームとか適当に名前をつけて新規プロジェクトを開始します。でファイルを開く、で先ほどの映像を開きましたのが、これタイムラインにドラッグしまして編集を開始していきます。編集といっても今回はフィルターですね、フィルターを押しまして、プラスでサイズ1回転のフィルターと、これだけでですので今回はそんなに難しくないですね。で実際に先頭の位置に持ってきまして、再生が始まります。この辺ですね、このストップウォッチのボタンあるんですけど、このボタンを押すことによって、この下側の画面のバーがキーフレームっていうのに変わったっていうのが分かりますでしょうかね。ここにタブがありまして、タイムラインとキーフレームの画面が切り替わりますので、今回はキーフレームの編集をしていきますよっていうことですね。ここまでは 100% ですよと、キーフレームを押したところは 100%、 ここまでは 100% ということですね。ちょっと再生を進めまして、じゃあこのくらいまで来たところで徐々にズームさせていきます。ここで 200% ですね、200% 縮小拡大で 200% にすることによって画面が大きくなります。でこのマウスのマウスでポッチをこう動かすことによって、こう 200% に拡大することによってマウスでこう多少上下させても、この端っこがですね、ここまで来ると端っこ出ちゃいますけど、端が出ることはなくなりますので、ズームして位置を調整すると、ズームすることによってバスを真ん中に持ってくることができますので、バスをだいたい真ん中の位置にするまで
でマウスで調整しますと、この左側の数値が連動して入っていきますので、この位置にしておきましょう。でまたサイズでちょっとエクスパンスさせまして、このぐらいまで来たらですね、さらに拡大させてみましょう。ここで 300% ですね。いや、もっといけますかね。 400% ぐらいまで拡大しましょう。 400% の拡大でこのくらいの位置ですね、バスが真ん中に来るように編集しまして、ここに、まあ、この数値を入れたり、マウス画面を動かすことによって、このひし形のポッチのマークが増えていきますので、この位置ではここの数値に入れましたよと。そうすると、ここから頭から再生しますけど、ポッチをひし形のマークの数値とひし形のマークの数値の間が徐々にですね、その数値に近づいていくっていう編集になりますので、こう滑らかにこうズームしていくように編集していきます。さらに編集しまして、この辺でですね、この辺までは 400% ちょっとずらすとひし形ができますので、このここからここまではもう 400% のままですよっていうのを確定させてもらいまして、まあ、ただここまで来るとですね、ここまで来るともうバスが拡大しすぎて、バスがはみ出しちゃってますよっていう状態ですので、この辺で徐々に 200% まで戻しましょうかね。この辺で 200% でバスがちょうど上下に来るようですね、バスが真ん中に来るようにしたこのキーフレームを入れていきます。また再生しますと、ここまで来るともうまた 200% だと切れちゃいますんで、 150% 150% だとこの左がはみ出しちゃってですね、こうやって左がはみ出ないようにしても、さらにもうはみ出しちゃってますんで、ここはもう 100% に戻しましょう。元の 100% に戻すと、当然ちょっとずれてると黒い端が出てしまいますので、じゃあこれ 100% にしたときは、この1をですね、ここ00を入れますので、この戻るボタンを押すことによって0が入りますので、 100% にしたら元のフルサイズですねにしておきます。ちょっともう一回再生をしてみますけど、戻してちょっと戻してですね、拡大から、ここで 100%、 ちょっと本当はこの辺でもはみ出してますので、この辺にまた 100% 入れていきましょう。ここでも 100% にして0、そうしますと拡大したり、このひし形の位置でちょっとここまで拡大で、ここから急に 100% に戻ると、ちょっとあまりにも急に戻りすぎですね、ちょっと不自然なんで、じゃあこれをちょっともうちょっと滑らかになるように、この辺までちょっと間隔をずらしましょうかね。この位置でからここまで 100% に戻るまでちょっと時間差があった方がいいですね。バイデン氏は初日から地球温暖化対策最近が進み、ハリケーン程度になる中古をしない、ちょっとな、あんまり急に拡大縮小するとおかしな映像になりますので、ちょっと間隔をバランスを見ながらキーフレームを入れていきます。このくらいまでは 100% のままにしましょう。ここにこの位置に明確に 100% の数値を入れないと、なんて言いますかね、
ここのさらにこの後にまたズームを入れるとこの位置からこの位置まで徐々にアップするってことになりますんで、この位置に明確にひし形を入れたいわけですね。そうすると多少こう動かせばここにひし形が出ますんで、まあ、今拡大は 100% なんで、この戻るボタンで位置を0にすれば数値がありますんで、このひし形とこのひし形の間は 100% のまま変更なしですよっていうのを入れていきます。これを入れておけばいいですね。次のじゃあここまでですかね。この辺りでまたバスが小さくなりますので、じゃあここでまた 300% ぐらいしておきましょうかね。 300% 400% にしましょうか。 400% にこっちでバスを真ん中に持ってきますと、まあ、この位置に 100%、まあ、ここからここまで徐々に 400% にするのか、ここからここまで 100% のまま、ここから 400% にするか、でだいぶ見え方が違いますので、こんな感じでこっちを適切なところですね。最後の方にですね、一番お尻のところまで拡大したまんまですと、この後に映像をつなげるときにちょっと都合が悪いんですね。ズームした映像の場合は最後お尻のところは必ず 100% ですね、元のフルサイズに戻るようにしておいた方がいいですね。ここはまあ大体もう後ろの方はあんまり見せる必要ないんですね。この最後拡大したところから映像の最後が 100% に戻る設定にしておくとですね、この後続けて映像をつなげたりするときにちょっとつなげやすいですよというちょっとした小技ですね。これでひし形をだいたい入れていきましたので、これで完成ですね。あとはファイルの書き出しで、ズームのエディットとか名前を付けまして保存していきます。これで書き足しが終わりましたら映像の完成ですね。ちょっと設定を間違えてましたね。今映像モードが 4K の UHD のモードでやってたんで、なんか重いなと思って、ちょっと 4K で書き出してますね。ちょっと一回停止で、ここの書き出しだけ1920にしましょう。編集するときに映像モードですね、調整すればいいですね。ということで、編集終わりましたので最後ちょっと確認していきましょうかね。ちょっと同時に再生しています。がいいかっていう問題あるんですけど、ドラ猫なんでそのまま出した方がいいような気もしないでもないですけど、まあ、ピンポイントで見せたいところだけズームにして出すっていう一応方法もあるんですよという今回の動画でした。